こんにちは。こんにちは。アートワファミリーでーす。はい、ということで今回はこちらのホットサンドのクッカーを使って我が家おすすめのホットサンドを作っていきたいと思います。我が家ね、ホットサンド大好きで、キャンプに行った時の朝ごはん、朝食ですね、食べることが多いです。で、今までね、いろんなものを作ったりしたことがあるんですけれども、食べなさい、かっこいいじゃない。まあまあ、こういうのあってね、なんか、まあまあ、あんま使ってねえけど使えないやつに入ってるあれなんですけれども、はい、そう、よく食べるんですよね、うん、で、いろんなものを作ったりとかしてきてて、まあ、正直ね、あ、ちょっとこれは口に合わないなっていうものもあったんですが、うんうん、すごいね、うん、美味しいレシピというか、そう挟んで美味しいってね、感じるものもあったので、うん、そちらをね、ご紹介していきたいと思います。おすすめレシピ、プラス、今回初めてのものも一種類だけね、作ろうと思ってますんで、それもね、一緒にご紹介して、この味見の方、うん、初めてのこのホットサンドの食レポをお伝えしたいと思います。それでは、クッキングスタート。半分貸してくれる？うざいよ。で、今回ね、作るものは基本的にコンビニのセブンイレブンで揃うものを買ってきました、うんうん、やっぱりね、行く時にセブンイレブンとかちょっと寄って買えるっていうのはすごいお手頃だと思います。なんでそんなに言えるのか、ね、いや、今俺思ったんだけど、今カップ貸してくれるって言ったから、ママさんと2人でこれ、こっち側こうしてこうして2人で卓球これでやる。わかった。どう？普通のラケットだと面白くないから、これ卓球のさ、何、ピンポン玉、うん、だったらほら、大丈夫じゃない、うん、これぐらいだったら、だからこれで2人でこう、で、微妙に凹凸があるから、どっかどっち行くか分からないからさ、ね、こっちでやればね、逃げないっていう、ね、そういう、なんかいろいろ、そういうのでも使えるかなみたいな。なるほどね、ね、うん、そういうのもある。クッカーだけじゃなくてね。そう、クッカーとしてじゃなくて、はい、それではやってみましょうか。はい、やってみましょう。はい、ではまず、はい、食パン出します。食パン、はい、出します。はい、出しました。はい、じゃあ、そしたら、はい、一番簡単なのパパさんやってみようか、じゃあ、うん、ね、あまりやらないパパさん、一番簡単なのから、はい、卵サンドですね。卵サンド、これ大好きです、パパさんナンバーワン、うん、お気に入り。そう、で、卵を作るのちょっと手間かかるんで、うんうん、キャンプの時は時間がない。そうそうそう。で、セブンイレブンにはね、こんな便利なものが売っています。そうもう卵サラダが入ってます、これ、ね、これ揚げてね、乗せるだけ、乗せるだけ、はい、コクがある味わい、こだわりのこだわり卵サラダということで、セブンイレブンで買いました。これを載せて、これを、ね、伸ばす、うん、ただこう伸ばせばいいだけ。まあ適当でいいんだよね、うん、こんな感じでいいのかな、もう、ね、なんてね、料理経験ほぼゼロのパパさんができてしまうぐらいだから、ここポイントですね、ここくぼみを合わせます、これがポイントです。なこととでもいいか、私も絶対それは譲れない。譲れない、本当に、うん、ね、で、これでこれです、これにこうですね、こういう形で入れます。簡単ですね。まあ、これは蓋をすればいいだけ。ここがね、結構ね、詰まったりするから。これで OK です。これであとは焼けばいいだけ。はい、簡単ですね。簡単ですね。はい。で、ママさんにじゃあこれ焼いてもらってる間に、ママさん違うの作る。ああ、そういうのが効率的。いいですね。ね、じゃあそうしよっか。ホットサンド焼くのに使うのは、はい、岩谷のカセット風マーベラス2でございますね。はいはいはい、でこれね、ホットサンド焼くときの注意点なんですけれども、一回ホットサンドのクッカーが温まると焼けるのがめちゃくちゃ早いです、ね、早くなるから、焦げる確率がね、そう、高くなるんだよな。こまめにね、チェックするのがポイントです。はい、もう一つは違うのいこうか、うん、じゃあね、ペッパービーフいくか、うん、じゃあペッパービーフです。これもセブンイレブンペッパービーフです。ペッパービーフをここに乗せます。料理ほぼやったことないパパさんが、ね、できるんだからさ、うん、相当だよこれは。これね、このペッパービーフはね、カットされてて、そうそうそう、もう味がついてるからね、はい、味付けの必要がないんですよね。どう、こんなもんで、うん、いいと思います、ね、こんなもんでいいかな、うん、はい、はい、ここでマヨネーズですね。マヨネーズをピャー。マヨネーズね、我が家好きなのでかなりたっぷりめにします。こんなたっぷりめで、もっとやる、いいじゃん、こんなもんでいい、うん、はい、これはお好みでですね、お好みでですね、はい、そしたらこれとろけるスライスチーズ、ペロンと一枚、こんな感じです、こんな感じです。で、これで2種類目のペッパー&チーズ完成でございますね。これ焼くだけです。マヨネーズインのタイプでございます。インのタイプですね。はい、もう一つ行きます、はい、もう一つね、初挑戦のやついってみたいと思います、はい、
八丁セメは何かというとミートボールとこだわり卵サラダ、これ一気にいきたいと思います。よし、こんな感じでいいかな、ね、こんな感じです。ミートボールを1、2、3、あー、ね、ー、ノー、1、2、3、オー、ノー、ちょっと汚めですけれどもこんな感じですね、はい。やっぱ千葉の人間ですので X ジャパンということでちょっと、ね、見た目があれですけれども、はい、X ジャパンということで、はい、これで皆さん、お、重い、重量感抜群です。これうまそう、これ絶対うまいです、はい、初めてですけど、初めてです、ね、はい。じゃあ変革タネ、うん、行きましょうか、行きましょうか、はい、行きましょうか、待ってね。それでは行きまーす。カーニバルということで、うわ、いいじゃないですか、いい感じね、いい感じに焼けました。ラストいきます。ラストのやつはよいしょ、焦げたマジで若干焦げた、あらあら、大丈夫だよ、それぐらい。ラストのやつはチーズ&マシュマロ、これでいきたいと思います。まずチーズですね、チーズ、ます、ます、ます、チーズコーンですね、マシュマロ、マシュマロ、こんな感じでいきたいと思います。クローズ、 OK です、 OK です。おー、早いね、できました。じゃあこれ2枚目焼き上がりました。お、焼き上がりました。これ何、これは、ペッパー、ペッパービーフ、ビーフ、うん、そしてこれをで、うん、ホットサンドの逆順番なんですけれども、うんうん、マシュマロチーズは中からちょっと焼くときに出てきちゃったりすることがあるので、うんね、一番最後だから本当はさ、だけどこれさ、だから中から出てきちゃうってことは、うん、本当はこれ多分コールマンのクッカーの方がいいんじゃないの、なかもしれない、コールマンのクッカーって脇がピッチリくるから、うんね、本当はね、コールマンのクッカーの方がいいのかもしれない、うんうん、ピッチリならないやつとかは、うん、一番最後にね、うん、焼いた方がいい、焼いた方がいいよね、うん、タラーと出ちゃってね、中汚しちゃったりするから、うん、そうですね、はい、はい、ちょい焦げですけれど、うん、こういう感じでいいか、そう、いいです ね、 ね、いきます。こんな感じですね、おいしそう、おいしそう、うん、熱々、私マシュマロフワッピー、マシュマロフワッピー、すごい、わきがもうどうにもなんない完成しました。4種類ですね、作りました。ペッパー&チーズ、卵サラダ、卵サラダ&ミートボールと、マシュマロ&チーズでございます。我が家定番ののり塩ポテトチップスサラダですね。完成しました。それではいただきます。いただきます。はい、それでは初のミートボール&卵、うん、まずいわけがないと思うんですよ、いってみたいと思います。うん、まだあったかい、うん、どう、マジか、これうまい。まあこの組み合わせはまずいわけがないと思ったんだけど、ね、うん、これうまい、絶対おいしいよね、うん、まあ、卵とミートボールはベリーマッチングですね、うん、そうなんだね、うん、すごく合う、いただきます。おいしい、いいね、これね、ちょっとばかり食いづらい、うん、食べづらいね、うん、ちょっと色いっぱい入れたからね、いっぱい入れたから、うん、ちょっと食いづらいけど、でも全然うまい、これおすすめできるレベルですね、はい、うん、おいしい、うん、この卵のゴロゴロっと残ってる感じの食感と、うんうんうん、あとミートボールのちょっと柔らかいような食感が、うんうんうん、それがあって、うん、パンがサクサクでね、すっごいおいしいです、うんうん、これうまい、おいしい、うん、ちょっとね、ミートボール入れて、うん、温まるのかなっていうのがちょっと不安だったの、うんうんうん、だけど全然平気だね、そのままでね、うんうん、なんか若干キャンプ気分だな、これ、うん、ね、やっぱりミートボールこれゴロゴロ出てきちゃうから、うんうん、ちょっと手間かだけど、うん、ちょっとだけ切って、うんうん、細かめに、うんうん、で、乗せても、そっか、その方が良かったのかもしれないな、食べやすいかもしれない、うんうん、なんか見た目的なインパクトはこっちの方が好きがあるんだけど、うん、
食べやすさ取るんだったらそっちの方がいいのかな、うん、半分にしてこうなって ね、 そうそうそう、うんうん、それの方がいいかもしれない、それの方がいいかもしれないな、うんうん、またポテチが合うこと、うん、合う ね、 ねポテチめっちゃ合うんですよ、うんうん、朝からホットサンドとか出てくると若干テンション高めになる、うん、じゃあ卵、これだ、うん、卵ホットサンドいきます。これパパさんナンバーワン、うん、王道ベリーマッチング王道ベリーマッチングいただきました。そうなんだよね、王道ベリーマッチングだ、これは絶対外せないマサ。そう、卵好きだしね、うんうん、ママさんとして半分ずつで大丈夫？足りる？足りるよ、大丈夫、足りないでしょ、足りる足りる、全然足ります、足りる？なんか普通のサンドイッチも美味しいんですよ、うん、すごく美味しいんだけど、うん、やっぱり毎回サンドイッチにしたりすると飽きちゃったりするんだよね、うん、そう、で、このクッカーで焼くだけですっごい美味しいの、うん、美味しいよね、全然うまいよ、ね、個人差はあるだろうけど、俺は全然うまいと思う、そう、うん、焼くだけでね、こんなに変わるんだっていうぐらい、うんうん、そう、我が家大好きでございます、うん、で、このね、卵サンドにね、ポテチ挟むっていう、うん、これのまたね、美味しいんだよ、うん、美味しいよね、うん、これまたアイスコーヒーが合うこともある、そう、うん、最近ね、アイスコーヒー、セブンのやつが美味しくて、セブンのパックのやつがうまい、そう、あれ1リッター、そう、これですね、もうね、我が家はね、この時期になるとキーコーヒーのね、うん、こういうタイプのやつばっかり飲んでたんだけど、うん、こっちのがね、うん、好みにちは、うん、ちょっとこっちの方がアメリカンタイプっていうか、そう、いいコーヒーよりも、うん、俺はこっちの方が好き、うん、ウカウカリンもね、それではペッパービーフ&なんだっけ、チーズ、チーズ&マヨネーズ、うん、いきたいと思います。これもう、でもこれね、ママと茨城の大洗に車中泊行った時に食べた、うん、朝のホットサンド、そう、これ美味しかったの、思い出のホットサンドです、はい、いただきます。まずいわけだね。だよね。まあ基本好きなもの入れれば絶対間違いないってところはあるよね。うんうん、美味しい。ペッパービーフ、チーズ、マヨネーズ。うん、この3つ我が家大好きです。なんかマヨネーズの若干のこの酸味というか、うんうん、そういうのが効いて、うん、これはダブルベリー間違いですね。うん、めちゃめちゃうまい。これうまいよ。マヨネーズとチーズ。セブンのペッパービーフ自体がうまいからね。本当だよね。うん、このブラックペッパー効いてて、うんうん、ね。これ自体がうまいから、うん、これ美味しい、美味しいね、うん、本当に、あー、キャンプも行って、釣りも行って、本当だよね、両方行って、うん、この編集作業っていうのがなければずっとそっち行ってられる、うん、ラストのデザートホットサンドです、はい、スライスチーズ&マシュマロ行きたいと思います、うん、これ結構デロデロになっちゃうね、そう、だからね、近代でいいんだったら、うん、近代で食べるのがおすすめ、うん、うん、うまっ、おいしい、うん、このチーズのしょっぱさ、うん、とマシュマロの甘みがすっごくベリーマッチングでございます。これはデザートだね、うん、デザート、これはね、うん、デザートです、ね、で手がベタベタクリスマスこの上でなんだけどすごいすごいよ、パパこんなとこまで言ってる、めちゃめちゃ美味しいけど、うん、めちゃめちゃ食いづらいそれだけは覚悟してください、うん、あ、でもスペシャルうまいわ、うん、味はめちゃめちゃいいわ、はい、ということで完食しました。ちょっとだけサラダ残ってるけどそれではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ホットサンドはやっぱり美味しかった。ピピラピン、やっぱり王道だね。王道、美味しかった、美味しかった、どれも美味しかったね。卵サラダだけも王道だし、うん、卵サラダ&ミートボール、うん、初めてやつもめちゃめちゃ美味しかったし、うん、ペッパービーフも美味しかったし、マシュマロもデザート感満載で美味しかったし、すべて美味しゅうございました。キャンプされる方、ぜひ我が家のおすすめレシピやってみたらいかがでしょうか。それでは本日の動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見ていいねと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。サブチャンネルとね、インスタ我が家やっております。下の概要欄にね、貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。